はい、皆さんこんにちは、たびくまです。私は今成田空港第一ターミナルに来ています。これからですね ANA を利用しましてアメリカですね、北米ロサンゼルスへ向かいます。ですね、搭乗クラスはビジネスクラスになりまして、今回はそのビジネスクラスの搭乗機となります。それでですね、このビジネスクラス、今回はザルームが今決まっています。現在のところはまだチェックインがまだなんでちょっと詳しくは分かりませんけれども、このザルームですね、ビジネスクラスなんですけども、個室タイプのビジネスクラスなんですけども、私ですね過去4回機材変更で未だに乗れていません。今回とりあえず当日、今ですね、今現在まで機材変更とかはなっていませんので、果たして乗れるかどうか、そこら辺もちょっとまだねドキドキしていますけれども、そういったものが乗れればいいなという感じでこの動画進めていきたいと思います。それではですね、皆さんぜひ最後までご覧ください。ではチェックインの方、中入ってですねチェックインの方進めていきたいと思います。はい、それではですね第一ターミナルの南ウィングですね。はい、成田空港は現在、9月ですね、9月半ばなんですけれども、こういった形で随分と人が戻ってきているように感じています。はい、じゃあ一応ですね、ダイヤ会員ですのでファーストクラスの方からチェックインさせていただきます。こんにちは。はい、それではですね、ANA さんの B カウンター、ファーストクラスのカウンターでですねチェックインの方が完了いたしました。必要だったものがですね、まずは当然パスポートですね、それとですね、ワクチン接種証明書ですね。アメリカに入国する際はワクチンの接種が必要ということで、ワクチン接種証明書、それとですね、滞在先、ホテルの住所ですね、これが必要ということですね。それと、エスタ登録してありますので、そのままで行けましたね。はい、本当はですね、こちら、見えるかな、この Z カウンターっていうのが本来ファーストクラスとかダイヤの専用のチェックインカウンターになってるんですけども、これはですね、2022年9月現在、今現在はまだ閉鎖中ということでですね、ちょっとここ使いたかったんですけども、これはまたの機会ですね。はい、それではですね、保安検査を受けて出国しましょう。そしたら出国後はですね、またラウンジですね、今日はちゃんと ANA 便ですのでスイートラウンジが使えます。それでは中に入っていきたいと思います。はい、ですね、今もう保安検査と出国終了しました。今回は、ね、南ウィングですね。で、保安検査も1人2人の並び、出国審査もですね、もう自動化ゲートですので、もうほとんど並びがなく、5分かからずですかね、5分ぐらいで出国した感じです。ラウンジですね、今回は ANA のスイートラウンジの方に行きたいと思います。はい、それではですね、ANA のスイートラウンジ入っていきます。成田空港も、混雑ってわけではないですけども、だいぶ人が増えてきた感じですね。はい、じゃあ今回はスイートラウンジ、入らさせていただきます。それではですね、ラウンジ入りました。こんな感じでですね、お食事なんですけども、このように ANA ラウンジと同じように ANA の Wi-Fi をつないでから QR コードを読み込むと、こういうふうにメニューが出てきます。で、そばとラーメンは ANA ラウンジにもあるんですけれども、スイートラウンジはですね、お寿司、ハンバーガー、あとグラタン、牛丼、カレーなどなどいろいろありますね。せっかくなんでお寿司行きましょうかね。それで注文を確認したらですね、電話番号を入力してくださいって書いてあります。で、料理ができたら SMS かで、メッセージが送られてきて、ヌードルカウンターに、ヌードルバーに料理を取りに行くという、そんな感じです。はい、すみません、ありがとうございます。はい、まずはお寿司とお椀ですね、お味噌汁のセットです。はい、オーダー以外にもこういうふうにですね、おにぎりとかパン、こういった軽食、サラダも取ることができます。飲み物もですね、お願いすれば持ってきてくれますし、アルコールですね、アルコールはこんな感じ。ありゃ、響きがあるね。はい、こんな感じ。
しです。あとはビールですね。はい、続いてはこちらです。牛丼とハンバーガーですね。はい、こんな感じ。じゃあまず牛丼からいただいてきます。こんな感じですね。はい、ハンバーガーです。はい、最後にですね、シャワーを浴びてから飛行機に向かいたいと思います。 ANA のシャ、とラウンジのシャワーはこんな感じですね。はい、ドライヤーがダイソンと、あとこういった化粧水とかは雪肌精が使われていますね。はい、そんな感じで、じゃあ、お風呂いただいてシャワーいただいてから飛行機に向かいたいと思います。はい、シャワーも浴びましたので、ラウンジの方を出たいと思います。はい、今回のロサンゼルス行きゲートは53番ですね。はい、53番はちょうどラウンジの下あたりですね。搭乗開始が16時半ですね。もうちょっとですね。はい、こんな感じで結構ごった返しているんですが、やっぱ海外の方の方が多いですね。全然日本人の方の方が探すのが難しい、そんな感じがします。はい、今事前改札中ですけれども、とりあえずグループ1番ということでこちらの方に並ばさせていただきます。はい、すいません。あ、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。はい、搭乗ゲート通過いたしました。ここ成田から、ロサンゼルスまでですね、アメリカまで ANA、はい、ANA の6便で移動いたします。今回搭乗するクラスはビジネスクラス、念願のザルームに搭乗です。まだ事前改札のお客さんがまだ並んでましたね。こんな感じです。では機内へ進んでいきます。今回の搭乗機材は、ザ・ルーム搭載機ということで、ボーイング 777-300ER です。シートは6の C、まあ、C といっても正面向きの窓際ですね、窓側ですね。はい、機材はこんな感じ。どうもこんにちは、お願いします。はい、ありがとうございます。こっち、あ、こっちですね。どうもありがとうございます、お願いします。ANA のトリプルのビジネスクラスですね、ザ・ルームです。このような感じになっています。シートの横幅はかなり広いですね。全体で見るとこんな感じ、こんな感じになっています。で、シートにはですね、クッションが2つと、これはブランケットと、あとは下に敷くやつも置いてありますね。あとはスリッパと、ヘッドホンがこのように同じ袋に、あ、アミニティのセットもキットもね、ここにあります。はい、シートから座ってみるとこんな感じですね。窓ガラスもこれは、あ、自動のシェードになってますね。こういう感じで電子シェードではないですけども、 A380 とかによく使われてた感じ、こういう二重のシェードになっています。はい、ではこちらから見ていきましょう。これは、リモコンですね。で、これはフルフラットになるボタンかな。これがライト、読書灯ですね。はい、これがリモコンですね。で、モニターがかなり大きいですね。20インチ以上、22、3インチぐらいある感じですね。はい、でそのモニターの横はですね、コンセントと、あと USB-A のチャージャーもついていますね。インプットの HDMI なんてのもありますけれども、あとこれは小物入れかな、あ、これごと開くんですね。はい、こんな感じで鏡があって、こういう小物入れがありますね。あとはチケット袋が入っている、そんな感じです。はい、でモニターの下はですね、これは多分テーブルですよね。あ、そうですね、こうやって引き出して、あ、
ずいぶん手前まで来るな。はい、こんな感じでかなり広く使えますね。はい、戻すときは押し込む感じですね。はい、でその右側には機内安全のしおりがあります。ボーイング777-300、まあ、ER ですね。はい、でこんな感じでですね、一応ここに足置きがありますけれども、こことその下にはちょっと荷物を置かないでくださいと、荷物は必ずあの上の棚にね上げてくださいということでした。この下の段はですね、靴をこういうふうに横にしておくと出てこないというふうにおっしゃってました。あとはですね、ここからここまでですね、これはまた後で、離陸後に扉が閉められるようなそんな感じになっているんだと思います。あと背中側には読書灯が1つ2つある感じで、はい、でですね、シートベルトはですね3点式ですね。ここにもう1個あって、自動車のように肩掛けの、3点式のベルトになっています。はい、それではですね、去年から機材変更で、4回機材変更を繰り返した後にというか4回機材変更して結局乗れませんでしたからね。それで5回目の正直でやっとザールームに、ANA のビジネスクラスザールームに乗ることができました。はい、じゃあですね、ロサンゼルスまで9時間半ということですので、その間、楽しませていただこうかと思います。では出発までもう少しです。はい、ではスリッパですね、厚みは中ぐらいかな。スリッパと一緒に入ってたものがこういうアメニティのグッズですね。結構ちょっと固めのケースに入ってる感じ、見えますかね、グローブトロッターという文字が見えます。あとはヘッドホンですね。はい、こんな感じです。スマホとかと連動できるようですよね。ご視聴いただきありがとうございます。手荷物は座席の上のもの入れ、または前の座席の下に置いてください。安全のため決められた場所以外に手荷物を置かないようにお願いいたします。皆様、客室乗務員は安全業務を行います。恐れ入りますが、お手伝いが必要な方は乗せ物をお知らせください。 Dear passengersCabinet members will conduct safety duties. If you need assistance, please wait for a moment. Thank you. Cabinet members, stand by at door. Give me 連絡です。Cabinet members, step right over.はい、時刻は17時5分、都市バックが開始されました、帝国通りの出発になります。これから約9時間半のフライトでアメリカ・ロサンゼルスを向かいます。ましてありがとうございます。この便はスターライアンスパートナーとのコードシェア便でございます。ただいまから非常用設備についてご案内いたします。皆様ご覧ください。
はい、そしたらですね、離陸をして、ベルトサインも消えました。このですね、ディバイダーのボタンが点灯されましたので、これを押してみますと、はい、こんな風に、ですね、ディバイダー、壁ができましたね。はい、それではですね、離陸をしまして、メニューが配られました。それでは、見ていってみましょう。はい、まずはドリンク、お酒、アルコール類からですね。まず日本酒がこんな感じです。こちらのページは焼酎ですね。はい、こちらのページは焼酎ですね。それとその下にはシャンパンというふうに書かれています。3ページ目には赤ワインですね。はい、その隣には白ワイン、それとロゼワインとあります。あとは、アペリティフ&カクテルですね。こんな感じです。で、ウイスキーとスピリットはこんな感じ。はい、あとは、ビール、それとブランデー、リキュール、ポートワインというふうにあります。で、ノンアルコールですね。こんな感じですね。香るカボスがあるんで、これは飲んでみたいですね。はい、まあ、オリジナルメニューで、まあ、カオルカボスというのがありますので、これを飲んでみたいと思います。それとですね、避難食の方なんですけれども、まずこんな感じですね。まずアミューズはですね、こちら和食のものと洋食のものと、まあ、当然同じですね。はい、で、まず和食がこういった感じになっています。洋食はこんな感じですね。はい、ですね、今回もですね、また和食をチョイスしてみたいと思います。それでですね、機内食、以外にもですね、以外というかですね、軽いお食事というか、お好きな時に、まあ、選べるようですね、1回目のお食事終了後、希望の時間にお知らせくださいというふうにあります。で、まあ、軽い食事、それとスープ、麺類はあれですね、一風堂の、味噌ラーメンですね。リフレッシュメントとおつまみで、こういうふうに和食と洋食っていうのがまたあるみたいなので、あの夜食とかね、着陸前にまたどちらか行っていただければなというふうに思います。コンチネンタルブレックファーストの、そうですね、はい、あとは英語のメニューになります。以上が、機内食、また飲み物のメニューとなります。じゃあこれもですね、順に、楽しんでいきたいと思います。はい、日本から東に、まあ、夕方出て東に飛んでいくと、あっという間に日が落ちてきますね。はい、それで今回ですね、普段機内ではあんまり映画、まあ、そもそも普段からあんまり映画見ないんですけれども、今回はですね、これですね、トップガンマーヴェリック、これまだ見てないんですよ。ちょっといろいろ訳あって見てないんで、これをね、今回ちょっとね、見たいと思います。この前ソウルから帰ってくるので、あるのは分かってたんですけども、多分ソウルだとね、これ130分なんで見切れないんで、今回この長距離線に乗るのが分かってたんで、はい、ここまで待ってました。はい、まずこれはカオルカボスですね。カボスのジュースです。それじゃあいただいていきます。はい、ではまずこちらアミューズですね。はい、これが ANA オリジナルスティックとスイートポテトのエビサラダとあります。離陸から1時間半ぐらいですかね、機内食、まず前菜が、運ばれてきました。まあ、前菜と、あとこちら、揚げ出し豆腐と、これはサラダかな。はい、和食の前菜はこんな感じになっています。それではいただいていきましょう。はい、じゃあこの出汁をかけていきましょう。メインが運ばれてきました。和食のメインですね、こちらおそらく金目鯛、これはチックの鶏ですね。それと、ご飯と、はい、こんな感じ。
じになっています。それじゃあ美味しそうですね。ちょっと今こんな感じで揺れてますけども、じゃあ、メインの方をいただいていきたいと思います。まずお魚からです。鶏肉ですかね。はい、そしたらデザートですね。アローマクリームのムースと、あとフルーツもいただきました。それとコーヒーですね。はい、機内食は以上です。それとこれですね。このボタンを押すとコーヒーの扉が閉まると。ただですね、あんまり高さはない感じですね。目線よりちょっと上ぐらい。あのカタール航空の給水所の方がもうちょっと高かったと思いますね。正面のモニターの上もそれほど高さはない感じですね。まあ十二分なんですけどね。はい、ザールームこうすると個室っぽくなります。はい、じゃあ昨日機内食は以上になります。じゃあ、今映画を見てる途中なので、これ見たらちょっと休みたいと思います。はい、それではですね、ANA のトリプルのダッシュ 300ER ザルームビジネスクラスの、トイレになります。まあ狭いは狭いんですけれども、こんな感じでですね、マウスウォッシュ、歯ブラシ、これは石鹸かな、こんな感じで、あとちゃんとこういうふうにですね、日本の航空会社らしくウォシュレットがついています。それでですね、結構綺麗というかですね、こういった壁紙もあのシックでというか結構明るいですね。ここはこういう 石の模様なんですけども、あとこういったところは白くてですね、非常に明るい印象を受けますね。これはあとお持ち台ですね。あと下にですね、こういう多分着替えするための台があったりしますね。はい、トイレはこんな感じです。はい、そしたらですね、映画見終わりました。それではフルフラットにして、ちょっと休みにしたいと思います。このボタンですね、これを押して、どんどんフラットにしていきます。はい、こんな感じですね。ちょっと見にくいかもしれませんけれども、これでフルフラットになりました。それじゃあちょっと休んでいきたいと思います。はい、ですね、今フルフラットにした状態で寝てますね。こんな感じで足をモニターの下ぐらいに投げ出してる、そんな感じですね。でもうこれもモニター消しちゃってますけれども、フルフラットにした状態で見る眺めはこんな感じですね。もうで横の扉もこういう風にディバイダーとともに閉めています。はい、じゃあこれで少しで、休みたいと思います。おやすみなさい。はい、おはようございます。ちょっと、寝られましたけども、今日本時間だと夜の0時半ですね、日付が変わったばかりの0時半ですけれども、現地の時間、ロサンゼルスの時間は朝の8時半ですね、あと2時間15分で到着予定というふうになっています。これからまた朝食が出るそうですので、もうちょっと待ちたいと思います。まずお飲み物ですね、またさっきと変わりませんけども、カボスのジュースと、あと炭酸水ペリエをいただいています。というわけで朝食をいただきました。まあ、朝食といっても日本時間では夜の1時なんでね、なかなか食欲があったのはありますけども、ちょっとここで食べておきたいなと思います。じゃあまずパン2種類ですね。これとあとハムとサラダ、チーズ、それとフルーツになっています。こっちにはバターとかがあるのかな。はい、こんな感じですね。それじゃあいただいていきます。まあね、今夜の1時ですけども、現地時間ではもう9時になる感じですからね。あのアメリカの西海岸で一番結局時差調整が難しいというか一番大変だと思うんですよね、行くのも帰るのも。日本と真逆の時間帯になるんで、
時差調整してるだけで旅行が終わっちゃうみたいな、そんなとこありますからね。なるべく食事だけでも現地の時間に合わせないといけないんで。はい、じゃあいただいてきます。はい、それからですね、今機内放送で到着まで1時間という放送がありました。で、まあ、今回ですね、ANA のビジネスクラスザルームを初めて利用させてもらったわけなんですけれども、やはり一番の特徴はこの幅ですよね。ボーイング777の機体で、シート配列は121ということになってますので、この幅っていうのはいわゆるファーストクラスと幅は一緒なんですね。違うのは前後のこの前後のピッチでだけであって、横幅は基本的にファーストクラスと同じです。で、その前後ピッチなんですけども、足を入れるところを互い違いにすることによってそのスペースをね、稼いでいるという、そんな感じですね。で、あとはやはりこのドアですね。この横に動くドアとこの縦に動くディバイダーとでこういった個室感を演出していると、そういった感じですね。非常に快適でしたね。しっかり眠れましたし、非常にいいと思います。9時間という東京からロサンゼルスまで9時間ということでちょっと微妙な時間ではあったんですけれども、なかなかゆっくりすることができました。それじゃあですね、もうあと残り少しですけれども、ちょっとの時間また少し楽しみたいと思います。時刻が11時9分で、日本時間だと夜の3時ですね。夜中の3時です。はい、それではですね、アメリカの入国にこれから向かいます。それでは一旦ここで、動画止まります。はい、とりあえずまずイミグレーション通過しました。ですね、人がほとんどいなくて3分ぐらいですね。もうこれエスカレーター降りたらバゲージクレーム
荷物の受け取りになるんですけども、今回イミグレーションで聞かれたことは、何日滞在するのか、それと、仕事なのか観光なのか、それだけでしたね。ちょっと拍子抜けするぐらいでしたね。この時間にロスに着くのっていいのかな、ちょっとわかんない。まだ荷物すらまだ出てきてない感じですね。これかな、NH6 番東京成田 ANA ということで、これですね。はい、ユナイテッドとかタイ航空のこれはコードシェア便ですね。いやいや、あまりにも簡単に出てきた、イミグレを通過したんでちょっとびっくりしてますね。はい、ということでですね、ちょっと今、イミグレを通過して荷物を待つ時間で今ちょっとこれを撮らせてもらってるんですけども、ですね、ロサンゼルス空港、実はですね、ここから入国するのは実に30年ぶりぐらいですね。そんだけの期間が空いてしまいました。まあね、今年はシアトルとかそういったところではもう入ってはいるんですけれども、ロサンゼルスは実に30年ぶりですね。はい、こんな感じでとりあえずあとは荷物を取って表に出るだけですね。総括はまたちょっと表に出てからやりましょう。本当に一番手で出てきた。さすがプライオリティ、本当の一番手で出てきましたね。はい、それじゃあ表向かいます。はい、もうこれでですね、完全にアメリカ入国ということになりますね。はい、それではですね、アメリカの方に完全に入国することができました。ですね、見せたもの特にないです。パスポートだけですね。でイミグレもわずか3分、まあだいぶ先の方で降りることができたので、他の便と合わなかったのか、いいタイミングだったんでしょうね。すぐにイミグレも並んでなくて、すぐ終わって3分で、質問事項も少なくて、荷物は一番最初に出てくると、こんな感じで非常に快適な、まず入国でしたね。で今回、初めてザルームを使わせていただきまして、よかったですね。はい、で寝るときにこうちょっと、ね、斜めになる感じっていうのは、ね、やっぱ前後ピッチが短いっていうか、いくらか、ね、ファーストに比べればいくらか短いので、あのスペースでもちょっと斜めにならないとまっすぐでは寝れないんですけれども、横幅も広くてですね、非常に快適でした。また乗りたいですね、機会があれば。で、ですね、見たかった、ね、最新の映画もトップガンマーヴェリック、これも、ね、見ることができました。映画館でまだ見てないんでね、ここで初めて見ることもできました。それではですね、今回の動画はこの辺りで失礼させていただきます。ですね、次回以降はちょっとね、ロサンゼルスで3日間かな、滞在3日4日か、滞在しますので、そちらの方の、旅行動画、旅動画になると思いますので、そちらの方もぜひチャンネル登録をしてお待ちください。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、高評価いただけますと大変励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。